原田十恵原田十恵昭和16年8月7日は日本の衆議院議員、ジャーナリスト、日後国秋田軍、小町村に生まれる。西南戦争の際には熊本隊に加わって薩摩軍と共に戦った。1883年より3年間、中江町民の仏学塾でフランス語と漢学を学んだ。その後、熊本の九州自由新聞と福島の 福島民法で主筆を務め、秋田市で秋田日報を立ち上げた。東京に戻ってからは、声優会系の自由通信社に入った。松田正久の地具を終え、1900年に松田が文部大臣に就任すると秘書官となった。その後、松田が1906年に司法大臣に、1908年に大倉大臣に就任した時も、それぞれ秘書官を務めている。 1908年、第10回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。以後、7回連続当選を果たした。その間、小崎幸雄市長のもとで、東京市場役を務めた。その他、熊本米国取引所理事長、肥後農耕銀行監査役、熊本電気株式会社取締役などを務めた。ありがとうございます。